はいそしたらですねこんな感じでちょっとあの止めてきました。 こういった感じで止めてるんですけれどもここをペタッと2つに折って上から下まで私の場合測ってみたいと思いますここからここまでですね測ってみると大体の目安でいくとうんと50まあ 2cm ぐらいという感じですねそれの、えー、とここからここまで 44cm ここからここまで 44cm ぐらいでこうつけてあるんですね で、後ろの部分はここのところをするようにという感じでちょっと今止めてる段階なんですけれどもここをですね私はこんな感じであの止めてみましたはいこんな感じで私はモチーフをつないできましたで一番最初のところが、まあ、中長編みを編んでそれから鎖が出てるんですけれどもこの鎖のところを123455つ目ですね 5つ目とこのモチーフとモチーフの間が重なるようにまずは一つを設定してあります一番下ですねでそこからが4つずつにしてあるんですけれどもこの上からですね1234つ目のこの鎖とこのモチーフとモチーフのつなぎ目が合うで1234つ目とこのモチーフのつなぎ でここのところも1234つ目とモチーフのつなぎ1234とモチーフのつなぎという感じで設定をしました。まあ、これがどっっっち表ににななててももいいいいいしし裏という2ですねで裏のところはですねちょっとまだ何もしてないんですけれどもこういった感じで、まあ、つないであのこの空きのところをねご自分でちょっとあのここのところは確認してみてください。 うんとトルソーがある方はトルソーにかぶせて確認したりとかあとねこれ後ろなので、まあ、後ろでも前でもいいんですけれども前に持ってって、まあ、自分で鏡を見るなり誰かに見ていただいたりとかですねで、まあ、この空きの部位の部分ですよねを考えていただいた方がいいかなと思います。私は一応ねこここここの1つのののののつモチーフのこの次の部分これの半分れれ半ぐらいこうやってしてし隠れるところ この辺りがねちょっといい感じのものものというか <laughs> なっていたのでなのでこのモチーフ1個と半分のとこぐらいにちょっと決めようかなと思います一応段数マーカーをまあこれぐらいのところかなっていうところにちょっとこうつけておきますね。はいでまずはこちらのところから糸をつけてこうずーっと引き抜き編みをしていこうかなと思います。ははいそれではあのののつなぐところのころの 場所ですねそこのところににままずダンスマーカーカをつけてて目印にししおきましたでここの鎖のところをこうつないでいくのとあとこっちの方はもう表側のこう向かい側お向かいさん同士をつないでいけばいいかなと思ってるのでここのところは厳密にどこに入れるとかは私はあんまり考えないようにしてつないでいこうかなと思います。とりあえずはこっちの方ですねここのところだけをちゃんと鎖を取って編んでいくということにしていきます。 はい。それではですね、こちらの方がモチーフがこうつく方で、ずーっとここをずーっといって、こちらの方、モチーフがつかない方ですよね。このところと、もう一本のところとこう合うような感じになるんですけど、ここは後からちょっとするようにして、まずはここに糸をつけて、ずーっと、こっちですね、引き抜きを編みをしてって、それで、ここのところ、まあこんな感じで、 あのダンスマーカーつけておいたところがこの合うところになるのでそこのところを引き抜き抜編みででつけるとといいいうう感じままずはしていこうと思いますなんでこっち側にするんやっていうのはえっとこっちの方からねまず一番最初のこっちの方ですよねこっちの方からねこうやってやっていくとこっちがすごいガタガタで汚く見えちゃうんですよね。 こっちからしたらこっちに鎖が見えるのでなのでここのあの境目の部分が綺麗に見えます。で一段ここに細編みを入れるとまあ綺麗になるかもしれないんですけれどもちょっと一つ作業の工程が増えるということなので、まあ、今回はこちらの方ちょっとあのここですねこっからずっと引き抜き編みをしていくという感じにしようかなと思います。はいそしたらら番端っっこの辺りのり目に入れてもらっても 銅を引きき出してきますでこっちの方はもう糸処理できるぐらいに残してもらってもうここでちょっと鎖をキュッと立ち上げるかまあここをこう結んだりなりしてあの抜けないようにちょっとしておきますね一つ結びでも今みたいな感じで鎖一つでも大丈夫ですはいで抜けないようにしたら この感覚をね、もう適度な感覚でやっていただいたらいいんですけど、今ここ立ち上げたところ、次、この目のところとか、で、次のこの <laughs> 目のところっていう感じで、ちょっとあの、本当適当、適当な感じです。適度な感じ。えっと、割らない方がいいかな。こういった感じで、この目ですね。 1> ここ1本残ってると思うんですけどこの間ぐらい間というかこう目を割ってじゃなくてそのままこういった感じでするとこっちのところだけ綺麗になるじゃないですか先ほども言ったんですけどこれをねこっち側からするとここのこのガチャガチャがねすっごい目立って汚いんですよね今回は何もここしないので鎖がこう見えるような感じでほんと適度ですよ私。 うん、こんな感じちょっとどこどこっていう感じではないんですけどこんな感じで鎖の目が揃うような感じでしていただいたらいいです。はいこんな感じであのモチーフのつなぐちょっと手前まで引き抜き編みでいってでまたモチーフのところですねご紹介しようと思います。はいここのところ端からずーっとこんな感じで引き抜き編みをしてきました。 でここのところの部分とこのモチーフのここのとこですねここがこう合うようになるのでちょっと一つ手前ぐらいまでやってきたんですけれどもここを今度は合わせていこうかなと思いますはいそれではこの鎖の部分とそれからお迎えさんはもうそのままちょっと一回ここに入れて引き抜き編みをしようと思いますとりあえず1回目ちょっと端っこのところを引き抜き編みをしました でこうやって見るとここのところがねちょっと中に入ったりとかするのでこれ鎖2目編んだと思うんですけれどもその1目目のところここに引き抜き編みをしたということで次の隣の目はねちょっと鎖をねめんどくさいんですけどあともう一回入れて取ろうかなと思います次の目ぐらいに入れてここのところですねでこっちのところはね あの鎖の部分はこれ全面全面っていうかこう鎖をそのままこうやって取って引き抜き編みをしていこうと思うんですけどこれ最初の長編みの目ですその隣のこの鎖ここに入れてこう鎖だけにちょっと入れてるんですけどここでちょっと1回引き抜き編みをしますそうするとあの角のところがきちっとできたような感じになるのでそこでちょっと 2目ですね入れるような感じにして次の目からこう鎖ですね次の目は長編みになるので長編みのところこのままスポッと入れてこうまあ引き抜き編みをするでまあ次のところどれぐらいかなちょっとここら辺は割って入れようかな、はい、ともう全部ですよねこの鎖取って引き抜き編み。 という感じにしようと思いますまあここに入れてもいいしここに入れてもいいしどちらでもいいんですけどあのこうやって引き抜き編みをしてちょっとあのこうやってしてみたときに今こんな感じになってるんですねここのところが綺麗な感じになるような方がいいかなと思うのでここのところはこういった感じですね、うん、なのでちょっと1回引き抜き編みをしてみてあのちょっと違うとこに入っておかしいなと思ったら判明は こっちの目ですねここのところをこうやってしてここの部分じゃなくってこういった部分じゃなくってこのところに入れてこう割ってやったりとかしてちょっと綺麗な感じに見える方がいいかなと思うのではいここのところはちょっと調節してみてください。でまたこの端っこのところに来たら端っこっていうかモチーフのこの間のところに来たらこのモチーフとモチーフの間のこの引き抜いたところ。 ここですねここのところに入れてちょっと端っこをこう出すような感じでここのところも鎖をこう一つずつこう取っていくっていう感じですねこれで引き抜き編みでまた端の方まで編んでみてくださいはいこんな感じで端の方までずっと引き抜き編みをしてきましたで一番端っこのこの角のところまで引き抜き編みをしてあるんですけど今度はこっちのところをずーっと行きたいんですねでもこの糸を そのままついたままこっちの方をしていこうと思うのでまずはこっちのところ一つ一つ引き抜き編みをしていきますまあ、これもあの鎖を取っていけばいいだけの話なので向きとしてはこちらになるんですけどこの鎖のところに入れて引き抜き編みで次のこの頭のところに引き抜き編みという感じで端まで引き抜き編みでちょっと移動させます はい、ここからずーっと端まで引き抜き編みをしてきました。で、端っこのところのこの角のところ、鎖2目あると思うんですけど、その2目のところも1つずつ鎖を、鎖のとこですね、この穴のとこじゃなくて、鎖の部分だけを取って引き抜き編みをしてあります。で、ここのところをですね、今度はこっちのところにまた、あの、糸、糸じゃない、あの、この本体をつけて、で、またこっからずーっと引き抜き編みをしていきます。 はい。それではこちらの部分も、こっちと全く同じような編み方になるので、同じように編んでいただければなと思います。まず、あの、こっちに糸がついてるんですけれども、ここの端っこですね。一番端っこに入れて、で、ここ鎖だけをこう取ってやってるので、その穴のところに今度は入れてもらって、で、まず引き抜き編みを一つします。 でもここからは分かるかなと思うんですけれどもここからあの鎖を一つ一つ取ってという感じですねこっちのところは、えーとまあ、そのまんまいろんないろんなところというかもう空いているスペースのところにまあ入れてもらってこちらの方はこのまんま鎖を全部取るこういった感じですこれでまた引き抜き編みをするはいで次のところにまあ入れてもらってでこっちも入れて 引き抜き編みをするという感じですこれでずっと行って同じようにここのところまでは同じような感じで引き抜き編みでここからはもうそのまんまこの1枚だけですねこのところをまあこっちと同じように引き抜き編みを最後までするという感じですはいこんな感じであの反対の方も同じような感じで引き抜き編みで合わせてこっちの方は引き抜き編みですねをしていきたいと思いますはいこんな感じでずーっと 引き抜き抜編みを反対の端の端方までししてきましたで今これまだつけたまんまなんですけど後ろのところもあの空きのところですね私はここまでってダンスマーカーつけてあるのでここのところをこの端でかがっていきます。でその分ぐらいをねここをちょっと残して1倍2倍とりあえずは3倍ぐらい取っといたら全然余裕なので3倍か2.5倍ぐらい残してちょっとカットしておきます。 ここのとととろを抜抜いいいててててもらっっっちちょょ結構長いんですすけど抜いてちょっと締めておきますそしたらこっちのところはもう反対の方は糸処理してもいいので内側のところに糸処理をしてみてください。でここのところはですね今度こう合わせるような感じでここをかがっていきます。はいそしたらですねここのところをこういった感じでこうボーダーのような感じで合わせてもらって。 で、一番この上のところ、これもここと。ここが最後に合います。よっていう目印で、これダンスマーカーをつけておきます。で、その状態で閉じ針に糸端を通してもらってかがっていきます。で、まずかがるところなんですけれども、これ鎖がこう見えていて、こう引き抜き編みしてるので見えてると思うんですけれども、両方とこれの鎖の内側って何もしてない状態だと思うんですよね。このここのところ。 これ鎖が見えているここのところってまあ、そのまんまの状態だと思うのでここのこの中ですね鎖の見えているこの中とこちらの方も鎖が見えているこっちのくるっと向けるとこの中にあの中長編みで編んだこの上がったところですねがあるのでそこのところを一つずつこういった感じでかがっていこうと思います。 はい。それでは今奥にこういった感じで糸がついてるんですけど、まず端っこはもうそのまんま端っこ同士をですね、こういった感じで入れてもらって、端っこをとりあえずはこう合わせますね。で、ここのところはもう一回ぐらい入れた方がいいかなと思うので、もう一回ぐらい入れて、ちょっとここのところは二回キュッキュッとしておきます。はい。で、そしたら、これ鎖が見えているところで、 こっちも鎖が見えてます。その鎖のこの内側のところ。ここですね。こういった？内側はこっちも内側。ここを取っていくとええー、と。ちゃんと綺麗にできるので、この鎖だけは見えてますね。鎖は取らずに内側のところだけを取って。こうかがっていく感じです。はいで、次のところもこの鎖。 取るんじゃなくって、この中のところこの中ですね。これを取ってこう飾るという感じです。そうすると、ここのところだけ、あの鎖のところだけがこう見えるような感じになっていくかなと思うので、まあ、この鎖は気にせずに内側の重こう。押し付けて中の方を表を表向かいさん、これをずっとかがっていくという感じです。はい、こんな感じで端までいきたいと思います。 はい。ここからダンスマーカーのついてるところまでずっとかがってきました。そしたらもうここで終わりになるので、一番最後のところだけはちょっと2回ぐらいして、下のところでもしたと思うんですけど、もう1回ですね。ちょっとしてから、このかかった部分、この横のかかった部分に1回ちょっとくぐらせます。ここで止めるような感じですね。はい。 そしたらこのまま後ろで糸始末すればいいのでこの間のところかがっているようなところに入れて糸始末をしますはいこれで出来上がりで際で切っておしまいになりますはいこれでまあ本体の部分が出来上がることになりました そしたらですねまだこの脇のところをちょっとしなきゃいけないのでこの空き具合もちょっとご自分で決めていただいた方がいいかなと思うんですね一度あの着たりとかあとトルソーに着せたりとかしてこの腕のこの動き具合ですよねがちょっとあの自分のいいなと思われるところここにまた段数マーカーをつけていただいてでここのところをねあのまた同じような感じで合わせていこうと思います はいそれではですねここの脇の部分ですよね袖の部分とここはもうここと一緒のやり方をしちゃおうかなと思いますで同じやり方なのでここに糸をつけてもらってずーっと引き抜き編みを端の方までずっとしますで段数マーカーをつけてあるところここまでがこう脇の部分でここが腕が出るところですよねになるので ここと同じじような感じで鎖の真下のこののの下ここここととろろでですねそこの中のところをっってこうかがってういくで糸始末も同じようなやり方でやっていただいたらいいかなと思うのでそっちの方がねあのー、いいかなと思うんですよねシンプルだしここのところもこんな感じで出るのでいいかなと思うのでそんな感じで両方とこちらのところも。 それかららここちらのところもやってい下だけはちょっとこのままでもいいんですけれどもやっぱちょっとついてた方がいいかなと思うので下だけは編んじゃおうかなと思います。はいではここのところ身頃のこの脇のところ同じような感じですねここと同じような感じで編んでいただいてでまあ、糸始末もしてみてください。はいこんな感じで身頃のところですね。 両脇のところをこういった感じで一周ぐるっと引き抜き編みをしてから合わせてありますこちらのところもそんな感じで合わせてありますはい。でこれでも終わっていただいてもいいんですけれども下のところも綺麗ですしね終わっていただいてもいいんですけれどもちょっとここのリブが少し下の方にあった方がいいかなと思うので、うんと最後にですねこの下のところのリブを編んでいこうと思います はいそれではですねこっちが上のところでずずズ,ズ,ズーっとこの裾の部分ここにリブを編んでいこうと思います。でそのまんまこうやってして糸をつけてで往復編みでリブ編みをするっていうやり方でやっていこうと思います。でこれ以前にもやったことがあってポンチョ型のベストベスト型のポンチョ。 っていうのがあるんですけれどもここにもちょっと出てるかなと思うし下の方の説明欄にもあるのでまだ見たことがない方ぜひぜひ見ていただいてあの編んでいただければなと思いますまあそういうのを編んだのがあるんですけどそれのリブも同じような感じで編んでるんですよねいちいち編んでからつけるとちょっとめんどくさいのでこのまんまやる編み方です でまず最初こことここ鎖が2つ見えてると思うんですけど引き抜き編みしたところですねここの2つのところその、まあ、すぐ隣引き抜き編みのとこですよねここの一番端っこのこの鎖のところにかぎ、まあ、針を入れてで引っ掛けて引き出してきます。こっからスタートで糸端は糸処理できるぐらいに残してみてください。 でそしたらですねちょっと鎖を1個だけ立ち上げて立ち上げるわけじゃないですけど1個作ってここね糸端をギュッと引っ張ります。これで完全に固定できるという感じですね。それかあのー、もうここをギュッとこう縛っていただいてもいいです。さっきも言ったかなと思うんですけど。 まあここのところ糸端をギュッと引っ張っていただいて引っ張るじゃないやあの縛っていただいてもいいし今みたいな感じで鎖一つ立ち上げてギュッとするのでも大丈夫ですとりあえずあの固定した方がねやりやすいかなと思うのでまずはこんな感じにしますでこっから私は鎖をね6目編もうかなと思うんですねこれでも個人個人でお好きな感じで編んでみてください123で 45。6と私は6目編みました。6目編んでんんとだいたい4センチぐらいかなっていう感じですね。あまりにも長いとね。糸も使うし、細い糸なのでね。うんまあ、でもこれぐらいでいいかなと思うので、これぐらいでいきます。で、まずは1つ鎖を立ち上げて12目目ですね。これの裏山くるっと向けた。この。 ポチとと出たとこ,ろここころですすねここに細編編みみをまず1つ編み入れまずつで6目だけなのでわからない方はまあうん細編みの頭にダンスマーカーつけていただいたらいいしまあ、6目ぐらいなのでわかるかなと思います。まず1つ編み入れてここから6目分裏山を取って細編みを編み入れます。 はい。こんな感じで6目分ですね。細編みを編み入れてきました。そしたらですね、ちょっと一番最初のご説明だけのために、6目目分の6目分、6目目はい。ここのところにダンスマーカーをちょっとつけときますね。つけておいてもいいし、わかる方はもうつけなくてもいいんですけど、とりあえず目印で青いのつけときました。はい。っていうのが、今ここからスタートしたところになるんですね。一番最初のとこ、ここ。その次の目。この目で。 ここの次のの目ここここですよねここのところにそのままスポット入れて引き抜き編みで1回移動で次隣の目ここのところも引き抜き編みで移動します2回で移動、はい、そしたらそのまんまですね今こうなってるじゃないですかそれをくるっとこう後ろに向けますで後ろに向けてでこっからですねまたあのー リブ編みを編んでいくんですけども一番最初に編み入れるのがダンスマーカーつけといたところですだからあのつけといたんですよねここのところなんか引き抜き編みとかしてあれどこかなここかなっていうのがわからなくなっちゃうのでここのところこれがもう6目目こっちからぎゅーッと編んでったところの,の一番最後の細編みの頭の目になるのでここのところの 1> 上1本半目に入れて、まあ、リブ編みってずっとこの中長編みでも編んでたと思うんですけど上1本半目に入れていくのでまずはここに入れてちょっと取っときます。はい、で次の目ここにも入れてもらってここから今12と編んだので上半目1本入れて34で5と。 リリブブ編編編編みみみみをます細のでまた鎖を1つ立ち上げてくるっと今度表を向けてまた最後のこの細編みの上半目ここを取ってまずは細編みを1つでこっから1と数えてまた6目分細編みを編んでいきます。 はい、ここから6目分細編編みを編んできましたそしたらですねまた目印わからない方はつけてみてください6目目の一番最後の目ここにつけてもらって今入れたのがここまで入っていると思いますこっからスタートして細編み始まったところその隣の目ですねまだ何も入っていないところの目に入れてもらって引き抜き編みまず1回。 でもう一つとなりここに引き抜き編みをします2つ引き抜き編みで移動ですそしたらまたくるっと後ろを向けて同じような感じですここからがあの一つの一つ目の細編みってわかるのでそのまんま入れてもらって1 6と最後まで編み入れますでまた鎖を立ち上げて表を向ける で前段の細編みの上半目からもう入れてもらって、ここから六目。はい、六目編んできたらまあ、最後の目にダンスマーカーつけとくとわかりやすい方はつけてみてください。で一番最後に編み入れたというかこう始まりがここになるので何もしてないその隣の目にまず引き抜き。 回でその隣にも入れてもらって2回したらまた裏を向けてそのまんまでつけてある段数マーカーのところの上半目に入れて細編みを編むという感じです。もうこれの繰り返しでずっと編んでいくという感じになります。はい、こういった感じ。 でこの引き抜き編みをなんで1回違うんですかっていうのもあるんですけれども引き抜き編みをねなので2つ移動するといい感じにこういった感じでちゃんとなってきます。はい で、ここのあの長さは本当お好きな感じちょっと短いかなとも思うんですけど、あまり長いのもあれなので私は6目でいくんですが、そのままでぐるっと一周ですね、編んでいただいたらいいかなと思います。ここもぎゅーっといって、こういったところもね、もう一つずつ間隔一つずつ一つずつ入れていただいたらいいです。 で、またずっと行って、このえっ、ー、と端の端じゃないや脇のところのつなぎのとこですよね。ここのところも最後の目入れてもらってここ一番最後の目なんですけど、ここに入れてもらって、あとまたここ1個ぐらい入れれると思うんですよね。で、またこの新しいところ。 に入れてもらうっていうかいう感じで、もうこの感覚感覚が一緒になるような感じでやっていただいたらいいので、まあ、そんなきちっとするもんでもなく、ぐるーっと編んでいっていただければいいかなと思います。ここのところも一番最後の目、ここに入れてここ一つぐらい入れて。次の目ここですね。もうそのまんま入れちゃおうと思います。ここにここでもいいと思うんですけど。うん。 どっちででもいいですここに1個2個入れるのでもいいしそのまんまこの目を取って入れるのでもいいしどちらでもいいのであのしっかりするようにちょっとここまで編んでみないとちょっと私もわからないんですけどまあどちらでもいいのでお好きな感じであの本当にあのグダグダですいませんこんな感じでぐるっと一周編んでいただけたらなと思います。はい で糸処理もして最後に完成になりますので最後ですね裾の部分まだまだちょっとあるんですけれども頑張って編んでみてくださいはいこんな感じでぐるっとリブの部分を編んできましたで最後にこういった感じでくっつけるんですけれどもここのところねまだ何も鎖も一つも立ち上げてないんですがこの一番最後の細編みのこの頭に全部入れちゃってでこっちの部分 ここも全部頭ここ入れちゃってで引き抜き編みをもうしちゃおうかなと思いますでちょっとギュッとここのところを締めますで次のこの鎖の部分とでお迎えのところ次の鎖の部分を引き抜き編みという感じで6目分ここのところは最後まで引き抜き編みをしますはいこんな感じで6目分引き抜き編みをしてきました そしたらここでもう本当に完全に終わりになるので糸処理するぐらい残してこんな感じで引き抜いてでまたこの穴のあるところにかぎ針を入れてこれだけまた後ろにこうシュッと出しておきます。で一番最初にこの糸端ですねあるのをこうキュッとちょっと結んでこの穴をちょっとだけ小さくしてからこれ糸処理します。 はいこんな感じでですねここのとこつなげたんですけれども糸処理をしましたで、えー、と端っこのところですよねと右端と左端の部分こんな感じでここの部分ですね1個だけここを入れてこうやってるのとあとここの部分 こっちから見た方がいいかなと思うんですけれどもでここの部分はこんな感じです。こういった感じで1個ずつ入れてるのかな感覚が一緒になるような感じで入れてあります。はい、で残りの糸はまあこれだけ残ったということで結局のところ。 うんと私一番最初にこう解いてぐるぐる巻きにした分とかがあるのでだいたい1122玉ぐらい作ったかなっていう感じになってます。はい、でもう糸処理もしてあるのでこれで出来上がりで最終的な大きさを次にお伝えします。 はい。こんな感じで最後まで仕上げてきました。ずずずっといくとこういった感じで、やっぱ下にちょっとリブの部分があるだけでなんかちょっと引き締まったような感じに見えるかなと思います。で、これが表。で、脇のところですね。こういった感じになっていて、後ろの部分はくるっと回すと、こんな感じです。 ちょっと今平置き状態なのでまた着画のところはあのサムネにあるような感じになっているかなと思います 2way で切られてこの真ん中の線もあのー、あることによってちょっと引き締まったようなイメージになんとなくなるかなと思いますはいで最終的な大きさですねちょっとこんな感じで平置き状態で測ってみると幅の部分で 68センチとかそれぐらいですねうーんだいたいこう端からで6 8ンチちょいぐらいで上から下まで長さをこんな感じで測っていくと上から下までちょっとねこれもね測り方によってはちょっと違うかもしれないんですけれどもこのトップの首のどこですねネックの部分だったら5 5ンチぐらい。 とという感じで肩のところででぐらいといいとう感じですはい、こんな感じで今回は結構また玉数も使ったかなと思うんですけれどもそこまで重たいという感じではないかなと思います。でこっちの方でも結構ね可愛らしく切れたりとかあと前のところこんな感じでしたりとかこのリブの部分も結構あの。 ベストチックに切れたりとか前の時もそんな感じだったんですけれども切れたりとかもしてゆったりめに作ってあるのであのー、まあフリーサイズということでどなたも着ていただけるんじゃないかなと思いますはい今回はこういった感じの2ウェイで前後 <laughs> 2ウェイで着れる プルオーバー編んでみました。よろしければ、まだ冬もまたもうちょっとありますし、まだ寒い時期になってますので、よろしければ編んでいただければなと思います。はい、今回の動画はいかがだったでしょうかこの動画が良ければ高評価、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。さよならー。